こんにちは、レトスノーマです。今回は、賃借物の修繕、民法606条と607条の2について解説いたします。まず、賃借物の使用収益に必要な修繕が生じた場合、誰が負担しなければいけないのか、誰が修繕しなければいけないのか、というと、これは賃貸人、貸主が修繕しないといけません。貸主の義務ですね。賃貸人の義務です。つまり言い換えると、賃貸人が費用を負担しなければならないということです。例えばなんですけども、台風で屋根が壊れてしまったといった場合、この場合、賃借物、例えば建物を借りていて、その建物の屋根が壊れちゃったと、台風で壊れちゃったというのであれば、借りている側はこれ住むことできないじゃないですか。つまり使用収益できませんよね。だからそういった場合の修繕っていうのは賃貸人が行わなければいけませんよっていう話です。賃貸人が費用負担してくださいねっていう話ですね。で、例外があって、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要となった場合、責めに帰すべき事由っていうのは責任でっていうことですね。まあ、落ち度でとか過失でって言い換えてもいいと思います。賃借人、借りている側の過失によって修繕が必要となった場合、この場合は賃借人が負担しましょう。賃借人が修繕しなければいけませんよっていう話です。例えば、建物を借りていて、夫婦喧嘩をして、旦那さんが物を投げて、窓ガラスが割れちゃったと。まあそういった場合ですね。まあそういった場合は、借りている側の責任なので、借りている側、賃借人が、その修繕費用を負わなければなりませんよっていう話です。で、続いて、賃借物の保存に必要な行為を賃貸人がする場合、つまり台風で屋根が壊れていた、まあ、これを直すっていうのは、これは賃借物の保存に必要な行為ですね。で、賃借物の保存に必要な行為ってどんな行為かっていうと、賃借物の現状を維持するために必要な行為です。例えば建物であれば、建物があって台風によって屋根が壊れたとすると、この建物の屋根を修繕するっていうのは元に戻すってわけですよね。これが保存に必要な行為です。で、これを賃貸人がやりたいと言った場合、賃借人はそれを拒むことができないんですね。つまり台風で屋根が壊れた、で賃貸人がそれ直させてくださいって言った場合、賃借人は、いや大丈夫です、直さないでくださいって拒むことはできませんよっていう話です。これ拒むことができるとするとどうなるかっていうと、その賃借物の価値がどんどん下がっていっちゃうんですよね。より損害が広がったりするわけですよ。建物の屋根が壊れた状況でずっと住み続ける、そのまんま放置しておくってなると、雨がどんどん染み込んでいって、もう建物全体の価値が落ちてしまう。まあそうなると賃貸人にとってもすごく大きな不利益が生じるわけですね。だから賃借人は賃貸人が行う修繕について拒むことはできませんよっていう話です。で、まあここまでが基本的には賃貸人が修繕をするっていう話なんですね。まあ例外についてはこれ賃借人の話になってくるんですけども、こちらの原則とこの下の部分、これは賃貸人が修繕するって話でしたよね。で、一方でこっちの下の話ですね、こちらは607条の2の内容なんですけども、これは賃借人が修繕する場合の話です。1番、2番の場合については、賃借人が修繕することができますよっていうふうに規定しています。どんな場合かっていうと、まず一つ目、賃借人が賃貸人に修繕が必要であることを通知します。で、通知したにもかかわらず、賃貸人が相当期間内に修繕をしないとき、この場合、賃借人は修繕することができる。自ら修繕することができるという話です。まあ、例えば、台風で屋根が壊れた場合を考えましょう。この場合、賃借人が賃貸人に対して、これ修繕必要ですよって通知しました。台風が来て屋根壊れましたって通知した。にもかかわらず、賃貸人が相当期間内に修繕してくれない。まあ、この相当期間内っていうのは、その事情に応じてどれくらいの期間かっていうのは変わってくるんで、それほど気にしなくてもいいです。まあ、相当期間内に賃貸人が修繕してくれない。そういった場合は、賃借人が自ら修繕することができます。この場合、もちろん費用負担は誰がするかって言ったら、ここですね。賃貸人が費用負担しなければなりません。賃借人が修繕するんだけれども、それの費用っていうのは賃貸人が負わなければいけません。で、続いて、二つ目ですね。この一番ね、もうこれ二つに分かれているので、もう一つあって、
賃借人が賃貸人に修繕が必要ですよっていうことを通知していなかったとしても、賃貸人が修繕が必要な旨を知った、通知受けていなくても実際見に行ったらあれ屋根壊れてるぞっていうことをまあ知ったっていう、そういうイメージですね。にもかかわらず賃貸人が相当期間内に修繕しないとき、この場合も同様に賃借人が修繕することができますよっていう話です。もちろんこの場合も賃貸人が費用負担をしなければなりません。で、続いて二つ目。休泊の事情があるとき、これどういった場合かっていうと、まあ台風で屋根が壊れました。でも台風が過ぎて、まあその後晴れだった場合はいいんですけども、さらにまた次の台風がすぐ来ているって言った場合なんですよ。もうこの場合っていうのは、賃貸人が修繕義務を負ってるんだけども、賃貸人に頼んで、で、賃貸人が工事業者を呼ぶって、そういったことをしてたらもう時間がない。明日にでも台風が来そうだ。もう今日のうちに修繕工事しなければならない。そういった場合、賃借人は自ら修繕することができますよ。まあ、つまり、賃借人が工事業者頼んでやってもらうってことですね。工事をしてもらう。そういったこともできますよ。っていう話です。この場合ももちろんですね、賃貸人が費用負担しなければなりません。といった内容です。上が賃貸人が修繕する場合、下が賃借人が修繕する場合の話です。原則として賃借物の使用収益に必要な修繕については賃貸人が負担します。で、一方で賃借人の過失によって修繕が必要になった場合は、これは当然賃借人が費用負担しなければいけませんよって話ですね。で、下の場合について今回具体例、台風で屋根が壊れた場合お話しましたよね。で、この場合っていうのは賃借人の責任じゃないですよね。これ天災なので、自然災害なので、これは賃借人の過失ではありません。なので、下の賃借人が修繕する場合であっても、賃貸人が費用負担しなければならないという話でした。まあ、今回この内容すごく重要です。全部頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。